こんにちは、伊集院ゼロです。今回はバージョン 2.0 で追加される新星子読み、飛来の名言とタルタリアの相性についてまるっと解説していきたいと思います。まあにしても弓って他の武器に比べても優秀なものが多くてですね。まあ例えば、貫突で 80% も通常バフを漏れてしまう急増、会心率と会心ダメージと高い基礎攻撃力のバランスを持つ天空の翼、高い攻撃力に加えて通常銃撃バフもつくアモスの弓、敵を3体倒せば攻撃力がかなり漏れる会心ダメージオプションの黒眼の旋球といったように火力に特化した武器が様々あります。まあ、そんな競争率の激しい中で今回追加される飛来の名言がどの程度のポテンシャルがあるのか感覚で理解するのはなかなか難しいと思うので、この動画では具体的な強さを紹介していきます。まあ、ガチャを引くかどうかの参考にしてみてください。今回話す内容は大きく3つです。まず1つ目は飛来の名言の基本的な性能をお話ししていきます。その後でタルタリアとの相性を3つのメリット、デメリットからシンプルに解説していきます。難しい計算はわからないけどざっくり相性を知りたいという方はここだけ覚えてもらえれば十分です。最後により詳細な生物セットや武器ごとの火力比較を紹介します。今回は4つの生物ごとに6つの種類の武器の期待値をすべて網羅しているので、まあ、具体的な火力差が知りたい方やそれぞれの武器で確保しておきたい攻撃力や目標ステータス例を知りたい方はぜひ最後までチェックしてみてください。それでは最初の基本性能に入ります。飛来の名言はレベル90で基礎攻撃608、会心ダメージが 66.2% になります。まあ、これはゴマの杖と同じ基本性能になっていますね。で、星5武器の基礎攻撃力608属の会心オプション武器っていうのは基本的に火力を出しやすいので、まあ、これだけでも優秀な武器になります。そしてパッシブ効果ですが、攻撃力が常時アップしつつ3つの条件に応じて通常攻撃バフが増加していきます。1つ目の条件は通常攻撃でダメージを与えた後の5秒間、2つ目の条件は幻想スキルを発動してから10秒間、そして3つ目の条件が原生エネルギーが 100% 未満の時になります。精錬ランク1では攻撃力が 20% 増加し、通常バフがスタック数に応じて12、24、40% を増加します。で、精錬ランク2以降はまだ情報出てないんですけれども、まあ、これまでの性能を考えるとおそらく精錬ランク5時点で精錬ランク1の倍になるはずなので、攻撃力 40% 増加で通常バフが24、48、80% になると思います。この基本性能がどれだけ強いのかというのを簡単に比較するため、タルタリアレベル90に飛来の名言、急増、天空の翼を持たせてみた結果がこちらとなります。一応生物は砂に攻撃、杯に水バフ、そして冠に会心率のメインオプションだけつけています。例えば飛来と急増の精錬ランク1同士を比べると、攻撃力や通常バフはほぼ変わらずに会心ダメージだけが 66.2% 飛来が上回っているというのがわかります。まあ、なので同じ精錬ランクにおいては完全に急増の上位互換になるということですね。で、ただ天空の翼と比べてもステータスだけではどちらが強くなりそうかわかりにくいんですが、そのあたりはこの後で具体的に解説していきます。続いて飛来の名言をタルタリアに持たせる上で知っておきたい3つのメリットとデメリットを解説していきます。とりあえずこれだけ知っておけばタルタリアと飛来の名言の相性や武器を引くかどうかの参考になると思います。まずメリットから話していきますが、メリットの1つ目はほとんどの状況においてタルタリアで最も火力を出しやすい武器であるということです。例えば飛来の名言の精錬ランク1の20が他の武器でどれぐらいの火力に匹敵するかというと、精錬ランク3の天空の翼や精錬ランク5の急増の火力を超えるものになっていて、アモスや黒眼、ハマの弓に至っては精錬ランクが5でも超えることができません。まあ、20ですらこの火力を出せるということはもちろん30だとさらに火力差が開いていきます。こちらは急増、天空の翼、飛来の名言30の火力差の例となります。例えば火力例1として、近隣に追憶2セットでそれぞれの武器に合った生物を持っていたと仮定すると、精錬ランク5の急増が1秒あたりに18000ダメージ出せるときに、飛来の名言は精錬ランク1でも秒間12100ダメージ出すことができます。天空の翼の精錬ランク5と比較しても追加ダメージを考慮しても秒間12400ダメージになるので、タルタリアにおいては精錬ランク1でも飛来の名言との相性が良いことがわかります。
そこからさらにカズハと組ませて水バフや水耐性デバフなどを活用していくと火力差はどんどん開いていき、まあ、急増精錬ランク5と飛来の精錬ランク1の火力差は秒間で4500ダメージ近くもあります。まあ仮に飛来の名言が20状態だったとしても精錬ランク1でマイナス1000、精錬ランク5でマイナス2000ぐらい落ちるだけなので、まあいずれにしても一番火力を出しやすい武器であることには変わりません。そしてメリットの2つ目ですが、今話した通り飛来の名言は20状態でも火力が高いので、タルタリアが無凸だったとしても十分に高い火力を維持することができます。まあ、例えば飛来の2つ目のバフ条件であるスキル発動後10秒間というのを意識してタルタリアで戦う時間を10秒間だけにした場合、その後のスキルクールタイムはどうなるかというと、無凸で約16秒、一凸で約 12.8 秒となります。まあそれを知った上でパーティー編成として選択肢は2つあると思っています。1つ目の選択肢はダブルアタッカー編成にして、タルタリアの火力が最大になるスキル発動後の10秒間だけタルタリアで戦って、まあ、その後の12から16秒ぐらいのスキルクールタイム中はもう一人のアタッカーで戦うという戦法です。まあ、もしくは10秒後も元素爆発が溜まっていなければ二重効果を維持することはできるので、そのまま戦ってしまっても火力的には問題ありません。最後に3つ目のメリットですね。でこれはもしタルタリアが貫突している場合は30を維持しやすいので高火力を継続しやすいという点になります。まあ、近接モード中に元素爆発を打つことでスキルクールタイムをリセットすることができるので、10秒程度経過したらキャラの切り替えや遠隔に戻してまた近接モードにするといったように、ほぼ常時スキル発動後10秒間という条件をクリアすることができます。まあ、それにタルタリアは2凸や4凸効果で元素エネルギーの回復効率も上がっているので、まあ、割と元素爆発は溜まりやすく、スキルクールタイムのリセットは意外と簡単に回せます。まあ、逆に元素爆発のクールタイム15秒以内に溜まりきってしまって、飛来の3つ目のバフ条件である元素エネルギー 100% 未満を満たせなくなってしまうことがあるかもしれません。一応一つだけ注意点があるとすれば、近接モード発動後にすぐ元素爆発を打ってもカットインの関係で約2秒間動くことができないので、まあ、実質スキル発動後8秒間の強化になってしまうことですかね。それでは今度は3つのデメリットに移ります。まず1つ目のデメリットですが、タルタリアで最高 DPS となる銃撃コンボとの相性が悪くなってしまう点です。10秒間のタルタリアのコンボ火力は最も強い通常1段から4段プラス銃撃の最高火力コンボではテンプレベル9時点で 2174.4% 出せていましたが、銃撃を使わないコンボでは 2058.9% となってしまいます。飛来の名言は通常攻撃のバフしか増えないため、場合によってはコンボ倍率の低い通常1段から4段のループの方が火力的に良い場合もあるので少し厄介になっていきます。まあそれでも天空の翼の銃撃コンボ火力よりは高いダメージを出せてしまうので結局強いんですが、銃撃バフまで乗せてしまうとアモスの読みが並々になってしまうので、まあ今回に関しては仕方なかったのかなという感じですかね。ちなみに飛来の名言を使うにあたってどんな場面では銃撃コンボの方が火力が出て、逆にいつ通常コンボの方が良いのかという比較結果がこちらとなります。生物セットによって少し差は出てきてしまうんですが、基本的に精錬ランク3以下の場合、20だと今まで通り銃撃コンボの方が火力を出しやすく、精錬ランク1でも30効果発動中だと通常ループコンボの方がダメージが出やすいという結果になりました。まあ、とはいえ精錬ランク1や2ではどちらを使っても大きな変わりはないので、まあ、気にしなくても良さそうですが、精錬ランク4や5の場合は通常攻撃バフがもったいないので、できるだけ通常メインでの戦い方の方が良さそうです。デメリットの2つ目としては、飛来の名言で安定した火力を出すためには生物の厳選が大変だという点です。会心率の冠を装備させたとしてもサブオプションがない状態では、タルタリアの会心率と会心ダメージのバランスは 36.1% と 116.2% という、まあ、明らかに会心ダメージの方が高い状態になってしまいます。この状態でどう厳選していくとバランスよく期待値を上げられるかというと、まあ、一例としてサブオプションで会心率を 37.2% 確保し、会心ダメージをさらに 30.5% 確保することで綺麗に1対2のバランスになります。まあ、なかなかにサブオプションで会心率を要求されてしまうんですね。でまあここまで理想である必要はないんですけれども、
できれば最低限冠以外のサブオプションで回信率を合計 22% 程度は確保したいです。もし揃えるのが難しい場合は氷キャラと組ませる前提にはなりますが、氷風4セットで凍結を使うという手も一応はあります。一方で天空の翼の場合は飛来に比べると生物の選択肢が広く厳選が楽になります。天空の翼を好む人の大体の理由はこれにあると個人的には思ってるんですけども、この武器は回心ダメージと回心率を両方持ってくれるので、冠のオプションを回心率にするか回心ダメージにするかという選択肢が生まれます。例えば聖殿ランク1で理想を目指すのであれば、冠のメインオプション抜きで回心率を 45.7%、 回心ダメージを 75.7% 増やすことで最もバランスが取れた状態になります。冠のオプションは回心率 31.1%、 回心ダメ 62.2% になっているので、溢れることはなく、サブオプションで漏れていない方をメインオプションにしてあげるということでバランスを取ることができます。とはいえ、ステータスバランスは確かに天空の翼の方が取りやすくはあるんですが、回心率が 40%、 回心ダメージが 200% みたいな、よほどバランスが偏っていない限りは、飛来の名言の二重の方が天空よりも期待値は高いので、過剰に敏感になる必要はありません。最後のデメリットですが、確かにタルタリアとの相性は非常に良いんですが、通常攻撃バフしか乗らないという性質上、他の弓キャラに持たせにくいという点になります。現状この武器を使えそうなのは物理型のフィッシュル、そして飛来の名言と同時に実装されるヨイミアになります。タルタリアの火力を少しでも上げたいんだという場合は引くことをお勧めするんですが、天空の翼でもタルタリアは割と十分な火力を出せる上、フィッシュルやヨイミアはもちろん、ウェンティやカウでも使い回しやすかったりするので、原石にあまり余裕がなくて汎用性を求める場合はあまり向いていない武器かもしれません。それでは最終章として、細かく生物セットと武器ごとに期待値差を見ていき、理想ステータス配分例についても紹介していきます。今回対象とする生物セットは、銃撃特化の追憶のしめ縄4セット、汎用性の高い沈輪に剣闘士2セット、原子エネルギーを消費せずに通常火力を上げられる沈輪4セット、そして回心率を漏れる氷風4セットになります。あとおまけとして、最近流行りのカズハを編成した場合の火力差についても一応触れていきます。そして武器は、飛来の名言、天空の翼、アモスの弓、急増、黒眼の戦球、そして、バージョン 2.0 で追加された単造武器の浜の弓の計6種類を比較対象としました。解説の流れとしては、各生物セットごとで、まず飛来の名言の推奨コンボの検証結果をお話しした後、6種類の武器の期待値比較結果を出します。今回は精錬ランク1、3、5の3パターンで出していますが、精錬ランク2と4は1と3の中間、そして3と5の中間で考えていただくことで、皆さんが持っている武器事情に合わせて見られるようになっています。そして最後に各武器における理想ステータス例を表でまとめています。これはあくまで理想配分で、この通りにする必要はないので、基本的にスコアの高いサブオプションで固めてしまって大丈夫です。ただし攻撃力に関しては、表に比べて200とか300ぐらい足りない場合はパーティーバフで補うことを意識すると効率的に火力を上げることができるので、参考にしてみてください。それではまず追憶4セットの結果から出していきます。まずは追憶4セットにおいて、銃撃コンボと通常コンボどちらが高火力かというと、20時点では基本的に銃撃コンボを使ってしまって問題なさそうでした。ただし飛来の名言が貫突している場合や30効果が発動している間は、基本的に通常コンボを行った方が火力を出しやすいので、それを心がけると良いと思います。追憶4セットの場合は、銃撃にも 50% バフが乗ることになるので、あまり通常コンボと銃撃コンボで火力差が出なかったというのがこの表からわかります。武器ごとの期待値比較のデータをお見せする前に、簡単に同じ精錬ランクにおける武器の、ランク表みたいなものを用意しました。SS とか S はあまり気にしないでほしいんですけども、これで伝えたいこととしては、飛来の名言は天空の翼よりも基本的に火力を出しやすいという点、そしてアモスの弓に関しては天空の翼よりは火力は出ないものの、急増と同じ精錬ランクの場合はアモスの方が火力が出るということです。で、黒眼の戦球については、バフが十分に発動している場合はアモスと天空の中間ぐらいに位置するんですが、パシブが全く発動していない時点ではかなり火力が下がってしまうので、2つ並べているような結果となります。それでは具体的なダメージ比較ですが、
今回のダメージは先ほどの飛雷の名言での通常コンボと銃撃コンボの比較でも使った10秒間における火力の合計値として出しています。そして急増の場合は通常のみのコンボにしていて、天空は銃撃コンボ、そして飛雷の名言は貫突の場合のみ通常コンボの火力で出しています。まあ、この結果を見ても分かる通り、飛雷の名言の火力は急増や天空の翼に比べて非常に高いことが分かります。まあ、ただ天空の翼と飛雷の名言を比べてもだいたい10秒間におけるダメージ差としては1万や2万だったりもするので、もし天空の翼から飛雷の名言に乗り換えようか考えている方は、このダメージ差や他の性別セットにおけるダメージ差をいろいろ見ながら参考にしてもらえればと思います。こちらは黒眼とアモスの火力になります。前のスライドの急増と比較すればわかるんですが、アモスの方が急増よりも若干火力が出ます。まあ、これは飛雷の名言あまり関係ないんですが、もしアモスと急増を両方持っている方で同じ精錬ランクの場合はアモスを使うことをお勧めします。そして飛雷の名言と、まあ、黒眼やアモスの火力比較としては、まあ、見てもらうとわかる通り圧倒的な差があります。黒眼の場合は精錬ランク5で三重が発動していたとしても飛雷の名言の二突を超えることができません。こちらが追憶音セットにおける各武器のステータス詳細となります。先ほどお見せしたダメージ期待値はこの表から全て引っ張ってきているので、全ての武器におけるダメージ期待値のランキングはこちらの表を参照してください。またこのダメージ期待値を出すにあたっての詳細の条件などは動画概要欄に記載しておくので、この比較の根拠だったりこの結果は本当に合ってるのかというのが気になる方は一応ご確認ください。続いては近隣に追憶2の生物セットに移ります。まずはコンボ火力から見ていきますが、追憶4セットの時に比べて通常コンボの方が火力が出やすいという結果になっています。まあ、この理由はシンプルで、先ほどは生物セット効果によって銃撃のバフが 50% 乗っていましたが、今回の場合は近隣2セットの水 15% しか乗っていないので、まあ、銃撃の火力がそもそも出にくいというところから通常コンボの方が火力が出やすくなっているということになっています。とはいえいずれにしても言えることとしては、精錬ランクが3以下の場合20発動中は銃撃コンボ、そして30発動中は精錬ランクに関わらず通常コンボをするのが良いということですね。同じ精錬ランクにおける簡易表になりますが、今回はハマの弓を追加しました。まあ、というのも追憶4セットの場合はハマの弓と、効果的に相性が悪かったので載せなかったんですが、まあ、今回からはハマの弓も載せていきます。ただし残念ながらハマの弓はこれらの武器の中では最も火力が低いポジションになってしまいます。それでは具体的な期待値の比較に移りますが、今回は元素爆発の火力も参考までに載せました。正直なところ通常コンボにおける火力差というのは、まあ、締め縄4セットとはあまり変わりはなく、やっぱり飛雷の名言の方が強いよねということにはなるんですが、一応元素爆発もですね、天空の翼より飛雷の名言の方が火力が出やすいという結果も分かりました。とはいえほぼ誤差の範囲なので気にする必要はないんですけども、まあ、意外と飛雷の名言って元素爆発バフが乗るわけじゃないので、回心率回心ダメージ両方が漏れる天空の翼の方が火力が出やすいイメージがあったんですが、まあ、そんなこともなかったというのが分かりました。あとは黒眼、アモス、ハマの弓になりますが、まあ、ハマの弓の火力は元素爆発が溜まりきっていない通常状態ではどうしても他の武器に比べて火力が劣ってしまいます。まあ、ただ一応ですね、2倍火力の時の精錬ランク5の時は通常火力においてはアモスや急増の精錬ランク3と同じぐらいの火力を出すことができるので、まあ無課金で型さえ使えば手に入る武器としては悪くはない性能なのかもしれません。ただ飛雷の名言と比較すると差は圧倒的なので、もしタルタリアが大好きな方はハマの弓より飛雷の名言無凸の方が良い気はします。近隣に追憶2におけるステータスの詳細となります。火力順位やステータスが気になる場合はこちらの表を参考にしてください。続いては近隣4セットになります。近隣4セットの場合、先ほどまでの生物セットとは異なり、飛雷の名言が精錬ランク1の場合は30だったとしても銃撃の方が火力が若干出るという結果になりました。まあ、ただ10秒間で200ダメージの差でしかないので、わざわざコンボを変える必要はなく30効果が発動している時は通常コンボを使えば良いかなと思います。ここからは先ほど同様同じ精錬ランクでの簡易表と武器の期待値比較に入るんですが、まあ、正直近隣2セット剣闘士2セットの時とほぼ何も変わらないので結果だけはお見せしますが、口頭での補足説明は割愛します。
気になる部分だけ眺めてもらえればと思います。ここからはおまけパートとして氷風4セットとカズハ込みの火力比較という2つを紹介しますが、平井の名言のコンボ火力の比較や武器の順位比較は基本的に何も変わらなかったので、そのあたりは割愛した上で武器は急増と天空の翼と平井の名言のみ出しました。このあたりの火力差についても基本的にはこれまでのセーブセットと変わることはなく、共通して言えることは平井の名言がどんなセーブセットだったとしても会心率の厳選が全くできていないという場合を除き、基本的に火力を最も出しやすいということがわかります。最後にカズハ編成ですが、今回想定したバフとデバフは攻撃プラス 40%、 水バフプラス 30%、 通常と銃撃がプラス 16%、 そして敵の水耐性がマイナス 40% になります。これはカズハを熟知盛りした上で、倉庫なる自由への誓いの無凸を持った、そして他のキャラクターで洗顔老虎4セットを使ったという前提になります。これだけバフやデバフを盛り込んでいくと火力は全体的に上がっていきます。ただし他のセーブセットとの火力比較と見比べた時に、カズハを入れたからといってこの武器の火力が大きく伸びたなどは全くなかったので、大体のバフやデバフを使ったとしても平井の名言は安定して一番火力を出せるということもこの結果からわかります。一応参考として平井の名言における期待値の結果をまとめました。シメナーと氷風においては氷風の方が期待値としては高いという結果が分かり、沈輪に剣闘士2と沈輪4セットの結果としてはほぼ通常火力は変わらず、元素爆発の火力は若干剣闘士2、沈輪2の方が出るなど、このあたりはサブオプションの強さ次第でいくらでも逆転しそうな差ではあります。それでは一通り解説が終わったので、まとめとして今回の動画を通してこれだけは覚えてもらいたい3つの要点をお話しします。まず1つ目ですが、平井の名言は20でもトップ火力、30ならさらに圧倒的な火力を出すことができる武器になります。なのでタルタリアの火力を少しでも上げたい方や星4の武器を使っている方、持っている天空の翼の精錬ランクマイナス2以上の平井の名言を引くことができる方、そして会心率をサブオプションに十分に盛れる方、もしくは今盛れなくても厳選を頑張ろうと思っている方にはこの武器は非常におすすめになります。そして二つ目ですが、平井の名言装備時におけるコンボは精錬ランクやスタック数に応じて柔軟に対応していきましょう。精錬ランク3以下で30が発動していない時に限り通常1から4段プラス銃撃のコンボでも OK なんですが、それ以外の場合は基本的に通常1段から4段のループの方が高火力となります。そして最後に3つ目ですね、平井の名言装備時におけるセーブセットは戦闘スタイルやサブオプションの強さで選んでしまいましょう。考え方の例としては、例えば沈輪に剣闘士2セットは強いサブオプションで揃えられるといった場合は、それにしても良いですし、通常火力に特化したいんだという場合であれば追憶4セットを装備する、もしくはサブオプションで会心率を全然漏れないから氷キャラと組ませて氷風4セットを使うなど様々なパターンがあると思います。どのセーブセットを選んだとしてもサブオプションが強ければいくらでも逆転があるので、そこまでセーブセット効果に執着する必要はないかなと個人的には思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が参考になった、良かったということであれば、ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。